どうもカゲヤンです。今日はですね体、体操教室をするということについてお話ししたいと思います。えー、そのね、売り上げというかその商売をしていてですね、結局そのお客さんに喜んでもらうとかですね、えー、そのお客さんというかその相手の悩みを解決する問題をこう解決する状態に持っていけるとですね、そこにこう売り上げがこう。 発生すするっていうふうに思うんですけども、えー、そのためにですねそのお店のねそのお店の実力というかその持ってるものそのどういうですねキ,キャパシティでもないしなポテンシャルですねそのお店のポテンシャルを上げるというところ こうしていくとですね、えー。自然とその集客ができるようになるように僕は感じます。そのためにお客さんの悩みを。 解決することであったり問題を解決することであったり喜んでもらうことであったりっていうことをこうしていくとでその、えー、ポテンシャルを上げるためにいろんなことをするというところで機能もこうニュースレターを作成するっていうのもそのニュースレターをで喜んでもらうということができればですねそれが、えー、お店のポテンシャルが上がるということになって上がるとやっぱりそれは集客につながってくる、えー、形になっていくんじゃないかなと思います。 その一つとしてですね体操教室っていうのをこうあの開催したいというかそういうふうにちょっと 考えております。で、えー、僕が今住んでる、えー、場所、えー、そこの、えー、師匠ではやらずにですねもうちょっと田舎に行ってですねやってみようかなというふうに考えています。これはまあ自分の中で実験的なところがあるのとですね、えー、僕の来て,い,てでいただいてるお客さんが、えー、住んでる場所がその田舎なんですね。そそのの田舎から来ていただいてて、いいただ お方はですね、まあ、80代の方なんですけど、えー、せっかくね来ていただいてその施術を受けて体をこうリセットするというかある程度その楽になるっていうことはあるんですけども日々のねその自分のね、えー、体の使い方であったりとかそういうことをですね、えー、セルフケアもそうですそういうことをこうしていくことによってですねよりその、えー、過ごしやすく。 生活がしやすい状態健康な状態っていうのを作り出せるというふうになると思うんでですねその方をまずよりもっとこう80代まだまだこう元気に過ごしていただきたいんでですね僕が毎週ねそこの師匠に行ってですね体操教室を教えると体操教室を教える体操教室をやってで来ていただいてですねほんであの よりこう健康になっていただくっていう形をとりたいっていうのがまず理由の一つ。そそれとですねその まあ、車でいうと15分20分なんですね僕のお店から15分20分ぐらいの場所にある、えー、地域なんですけどもそこでね、えー、その体操教室をすることによってですね自分のお店の、えー、宣伝になるというかそこで、えー、集客ができるかどうかっていうところですねそれをすることによって僕を知ってもらってですね欲したら受けてみようかという流れがこう作れるのかどうか。それが、ねえー、近所やとね えー、まあまあ作れる、えー、可能性は、えー、高いかもしれないんですけどもうちょっと困難にしてみてですねその田舎でやってその体操教室の,そのクオリティもいろいろあると思うんですけどもそこで信頼していただいてほしたら、えー、僕のお店やったらちょっと行ってみようかって思う。 そういう動線ができるのかどうか来るまで15分20分のところにある店にまで通ってくれることができるのかどうかということですねで近所でちょっと行ってみようっていうそのハードルよりもですねやっぱ15分20分かけてくるっていうのはハードルが高いと思うんでそれでも来てもらえる状態を作り出せるとですねそれはやっぱりリピートにつながりやすいというところがあるかなというふうに考えております。でその まあ、一人一人をこう集中してやっていくんですけどもそれがね、えー、どういう結果になるかっていうところですね。うん、でもちろんその地域の結局お年寄りがですね、えー、僕の体操教室に来ることによってそのよりこう 体のの使いいいい方などをろろ覚えていってっですねその健康になっていただく、えー、過ごしやすくなっていただくそれだけでね、えー、結局メリットはあるんですけどメリットというか僕のやる価値があると思うんですけどもねそこにその、えー、自分のお店としてのそのねポテンシャルが上がるようなことでありますね。ということもあってですねそういうことをこうそういうことというか体操教室。えー 1>, まあ1回500円ぐらいの感じでですねえーやって週月4回ですねでやっていくっていう形をこう取れたらなと思っております。であの体操教室ではあるんですけどもそのセルフケアと家でできるようなねことっていうのをいろいろこうえ今僕自分でいろいろセルフケアをいろいろ覚えて自分でやっていってるその中でえーいいものというか。 これはいいぞっていうのをこう入れていきながらいろんなことを試しながらこうやっていくという。でお年寄りが相手なんであまりハードな動きはさしないでですね、えー、安全な形でこうやっていくと。でどうなるかなっていうのがちょっとやってみたいことであります。でそれをやるとしたらですねこの、えー、第3波が来る可能性のある、えー、冬ではなくてですね、えー、春あたり。 来年の春4月あたりりかからこう動き出せればいいいなという,ふうに考えておりますそのためにそ,のそれまでにはねある程度の形、えー、1時間半ぐらいですねの内容、えー、まあまあだから2時間ぐらいのボリュームのものを2時間か3時間ぐらいのボリュームのものを作ってですねそれをこう週あ月4回の中でいろいろ振り分けていってやっていくでお客さんを見ながらこうそのなんかかあのー より喜んでもらう状態にするための、えー、そのエクササイズみたいなのも、まあ、自分で作れたら作りたいしそれ覚えていくこともそうですしっていうことでこうやっていこうかなというところですねで、えー、お店に来てくれたお客さんにもそこでやってますとで僕が体操教室をやってますということでその今の、えー、住んでるところから15分20分かけた田舎にこう引っ張ってこれるぐらいのね えものがあるかどうかっていうところもちょっとどうなんかなと来ていただけるそれ近所やったら来るけどそこまで離れてるとこやったら来うへんっていうのではそこまで魅力がなかったということなんでそれはしょうがないともっと僕が頑張って。 いろいろと高めていく磨き上げていくしかないんですけどもそういうことをねこうやるという動きをしていきたいというふうに考えております。ということで今日は体操教室をするということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます